さあ、この勝負ちょっと見たかったぞ。カレイさんのスティーブ対ムナさんのクッパジュニア。さあ、どうなるか。ちゃんと下 B 通過するのを見て、さあブロックの使い方がうまいと、ここで自爆してしまう。メテオが決まった。あの状態からメテオを決める、素晴らしい判断と。ここでコンボが決まり、買い入れる。さすがトロッコ。トロッコからのジャンプで追撃狙うも、さあここで撃墜される。さあ壁を作って時間稼ぎ。なかなかクッパジュニアの横 B のルートが制限される。ここでスマッシュを打って、いい上スマだったんですけどね。クッパジュニア避けました。あ、フレンド申請ありがとうございます。これはおお。さあ上スマで撃墜。なかなか激しい攻防が続いております。クッパジュニアの横 B を壁で避ける。しっかりウエスマ警戒して避けてる。これは当たんない。下をくぐって、さあこれは枯れるか。おお、落とす気がない。ちゃんとスティーブ上 B の使い方もマスターしております。スマッシュがガードされスタスマもガード。とスマッシュやられた。さあ遠距離で仕掛けるが、スティーブが壁を作ってどんどん掘っていく。ちゃんとこのトロッコの軌道がね、この壁ギリギリのところを通ってくんですよね。さあ着地のタイミングをずらしてクッパジュニアに当たらせないと、ここスマッシュをガード。爆発して飛んでったのはスティーブ。おお、ダイヤスマッシュ。さあダイヤダイヤダイヤ、一気に 62%。
冷静にボムを取る。さあ横火でそのまま突っ込んで、おっと危なかった。怖いぞ。なんとトロッコの後隙を狙おうとするも逆に空母でしばかれる。一体どこに対攻撃のタイミングがあるのだろうか。とブロックが出なかった。おっと回避上がりにスマッシュを合わせるが惜しくもタイミングが合わなかった。怖いぞ怖いぞ。とブロック上がって復帰するもあだとなってしまった。これは怖いぞ。なんとか空N で引き外すが、US マグネ横B で突っ込んできたところ、 US マが待っていた。スティーブ連勝。